14番、杉山誠です。通告に従い、3項目について一般質問させていただきます。はじめに、伊豆半島の世界ジオパーク認定と、静岡水わさびの伝統栽培の世界農業遺産認定を地域活性にどう生かすかについて伺います。4月17日、伊豆半島が国内で9カ所目の世界ジオパークとしてユネスコの認定を受けました。2015年に認定が見送られ、2度目の挑戦で世界ジオパーク入りが決まり、関係者の皆さんの喜びもひとしおであったと思います。また、これより前の3月9日には、伊豆市も参加している静岡わさび農業遺産推進協議会が申請していた静岡水わさびの伝統栽培が世界農業遺産に認定されました。同時期に世界に向けてアピールできる大きなチャンスを得たわけですが、これを生かし地域の発展につなげていく施策について以下伺います。一つ目に、ユネスコはジオパークについて SDGs に記された持続可能な開発目標達成のためのプログラムであると言っていますが、伊豆半島としてできる具体的な貢献をどう考えるか伺います。二つ目に、3年後に行われる再認定審査に向けて、現状の課題と対策、そして新たな事業計画について伺います。3つ目に、最近話題となっているメガソーラーについて、ジオパークの視点からどう捉えるかお伺いいたします。4つ目に、ジオと関連性の深いわさび栽培ですが、伊豆市の特産物として生産者支援や消費拡大への取り組み、観光とのマッチングをどう考えているかお伺いいたします。5つ目に、中伊豆にある万丈の滝は落石防止のための人工的な造作で、残念ながらジオサイトとしての価値を失ってしまいましたが、滝の周辺部にはジオとしての見どころも多くあります。また滝そのものに対しても、早くツタや苔などで覆われて自然な姿に戻ってほしいと望む声も多く聞かれます。周辺部の魅力を生かす取り組みや、滝の景観復旧対策はどのように考えているかお伺いいたします。次に、ペアレントメンターによる発達障害児の家族支援について伺います。ペアレントメンターとは、自らも発達障害のある子育てを経験し、かつ相談支援に関する一定のトレーニングを受けた親を示します。メンターは同じような発達障害のある子どもを持つ親に対して、共感的なサポートを行い、育児の先輩として利用しやすい施設の情報などの地域に密着した情報も提供できます。発達障害の子どもはいじめを受けたり、その行動がわがままと勘違いされるなどしてトラブルに陥りやすく、周囲の誤解から親が甘やかしている、しっかり子どもをしつけてほしいなどと非難され、孤立感を深める親も多くいます。メンターは経験者だからこそ、悩みを抱える親の心情を深く理解、共感し、寄り添えるのが最大の特徴です。高い共感性に基づくメンターによる支援は、専門家による支援とは違った効果があることが認められ、厚生労働省においても有効な家族支援システムとして推奨されています。現在、ペアレントメンター活動は全国の自治体に広がるとともに、発達障害だけでなく、多障害にも広がりを見せていますが、当市においてはいかがでしょうか。最後に、祖父母世代の孫育てをサポートする祖父母手帳の作成・配布について伺います。核家族化が進んだとはいえ、祖父母世代の孫育ては重要な役割を担っています。子育てに関する今と昔や、孫育て Q&A など、今時の子育ての方法について分かりやすく解説し、祖父母の立場から役立つ情報を掲載した冊子やリーフレットなどを作成・配布して、子育て家族の支援をしてはいかがでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。
ただいまの杉山誠議員の質問に対し答弁を求めます。秘書。ジオパークについて答弁申し上げます。まずジオパークという事業は世界の自然遺産と異なって保全と活用のバランスがとても重視されておりますので、まさに SDGs における典型的な事業なんだろうと思います。そういった意味においては、伊豆半島が全体として世界ジオパークとしてこれから貢献し発展していくことが、そのまま SDGs に対する貢献とも言えようかと思います。ちょっと僭越な言い方かもしれませんが、私はこれまで国内9カ所を世界ジオパークになった中で、伊豆半島はモデルになり得る地域だと思っています。それはもともとが一体であった海底火山であったこと、それから観光資源として、あるいは防災の材料として、あるいは教育の材料として、それからありがたいことに首都圏からの距離の近さといったものを総合的に考えますと、まさに我々が国内、日本国内における成功モデルとして他の地域の皆さんにとってのジオパークのあり方のいい事例になり得ると、このように考えております。ただ問題はですね、問題といいますか、これからの課題としては、すみません、現時点で私が今気にしていることなんですが、一つはエネルギー問題ですね。やはり持続可能ということは、地球温暖化の課題は避けて通れませんので、その中で伊豆半島として新エネに対するエネルギー対策に対する課題が必ずしも明確になっていない。むしろこれまでは、風力と太陽光発電が課題として議論されていて、環境に貢献しているバイオマス発電だとか、小水力発電だとか、伊東で松川湖で小水力やってると思いますけれども、そういったより伊豆半島に適した新エネの方が、その全体としてまだ政策化されている度合いが弱いのではないかと、まずこれを一つ課題として考えております。それからもう一つですね、やはりゴミ問題が相当気になります。これはいわゆる、先ほど議論ありました焼却施設ではなくて、環境問題としてマイクロプラスチックが相当深刻に荒れつつ中で、世界では日米がやや問題国として指摘をされている中で、神奈川の最上流部に位置する伊豆市が率先して、河川からプラスチックごみが海に流れるものを抑止するというのは、おそらく私たちの責務なんだろうと思います。したがって貢献すべき分野はいっぱいあるけれども、この新エネルギーと環境問題については大きな課題が残っていると認識をしております。そういった文脈の中で、ちょっと丸三に飛んでしまいますけれども、やはりメガソーラーというのはジオパークとの文脈の中では配慮が必要なのではないかと。先般、農水省本省で世界農業遺産に今年度登録されました、うちを含む3カ所の記念式典があった中で、私も知事が欠席されましたので、会長の代行という立場で20分ほどプレゼンをさせていただきました。実は驚いたことに、最後もう映像を今からご紹介しますと言って私は段から降りたんですが、その最後の30秒間のわさび沢のドローン映像が本当に絶賛でしたね。もう素晴らしいと、もう言葉がいらないと。伊豆のわさび沢ってこんな綺麗なのかと。まさにあれこそが宝でありますので、新エネルギーすべて否定するものではありませんけれども、やはり美しい自然景観とのバランスの中で、考えざるを得ないと改めて感じた次第です。それから ② の方に戻りますけれども、現状の課題と3年後に向けた対策というものは、これは当然大事な視点になってまいります。すでにユネスコ世界ジオパーク事務局からいくつかの課題は提起をされておりますけれども、観光振興の方は伊豆半島はそもそも他地域と違ってそもそも有数の観光地ですから、そこは我々の工夫したいというところもありますが、今年度から教育部会というものを作りましたので、一つは底辺を広げていくという課題ですね。それから他の例を見ますと、世界ジオパークに入ってもお客様が劇的に増えずに、むしろ事務局がやや弱体化するところもあるんだそうです。あるいはあったんだそうですという言い方でしょうか。
その点ですね、しっかり今年は専門調査員も増やしましたし、ガイドさんも順調に育っておりますので、現時点で心配はないのですが、やはり事業の持続性、ここは大きな課題になろうかと思います。3年後にですね、まさに、認定された今年よりも3年後の方がより良くなっているという状態にすべく頑張っていきたいと思います。それから、マリ4番目のわさびとジオとの関係も、これも大きな可能性を秘めておりまして、まだ残念なことに具体的なジオ通話まで行っておりませんが、高い確率で私はお客様を呼べるのではないかと思っているのは、やはりジオツアーです。まず一旦ジオリアに入っていただき、2000万年前、硫黄島の近くで、まさに今の西之島のごとく海底火山として生まれた伊豆半島が、まあ、当時伊豆海底火山ですね、が2000万年かけて、日本列島にぶつかっている姿を、まずはこれこそが伊豆が一つであるシンボルであるということ、そこで見ていただいた後、それぞれの需要サイト、まあ、旭岳でもいいし、浄瑠璃岳でもいいし、堂ヶ島でもいいし、そこを見ていただいた後、最終的にこの伊豆半島の食材ですね、本物の食材、もちろん金目でもいいし、鮎でもいいんですが、伊豆市としては、できれば本物のわさびと、失礼ながら多少、水準の違うわさびとの比較とか、本当の原木しいたけと、申し訳ないんですが、多少質の違うしいたけとか、そういった最終的に本物の食材を体験していただくツアーまで組み込むと、相当魅力度の高いジオツアーが組めるものと、そういった観点でわさびとの連携も図っていきたいと思います。ただし、あくまでここは生産地ですので、生産に対する影響は決して出ないように配慮しながらということでございます。で、5つ目の万丈の滝は、これは伊豆市長として、あるいは伊豆半島ジオパーク推進協議会長として、大変じくじたる思いがしている事業になってしまいました。郡上八幡でも同様のボンド工法で施工した事例を私も見てまいりましたけれども、あそこは2年ぐらいでほとんど分からなくなっているんですが、残念なことに万丈の滝では今でも大きく改善されておりません。私はこの教訓をですね、やっぱり真摯に受け止めて、保全と活用、防災と活用のバランスの中で、大きな教訓を残したということで、9月の世界ジオパーク会議、これはイタリアですが、私自身で15分間のプレゼンテーションの材料にしてこようと今意図しているところです。もしこれから改善する余地があれば、ぜひ新たな改善策というものは検討させていただきたいと思います。その他詳細については産業部長から答弁をさせます。はい、それでは産業部長。はい、産業部長。それでは私の方から、詳細につきまして、市長の方から大体詳細について説明がありましたけど、もう一度説明させていただきます。まず SDGs の関係でございますが、伊豆市、全部で国際目標である17項目あるということで伺っております。そのうちの、1の貧困をなくそうであるとか、4の質の高い教育をみんなにという形の中の8項目について、ジオパークでは貢献できるのではないかという形で言われています。すでに伊豆半島としましてはですね、協議会と研究員の皆さんはですね、小学校、中学校、高校でですね、ジオパークの事業を実施しております。そういった意味でですね、ガイド養成講座などを通じましてですね、さまざまな知識を大人が習得する機会も設けたりしておりますので、すでにそういう形では貢献ができているような形で考えています。続きまして、4年後の認定の関係でございますが、再認定に向けては一応9項目、改善するような形で、通達が来ております。そのうちの4項目が、大きなものと考えておりますが、すでに地質遺産や、その他の自然遺産や文化遺産の関連をはっきりさせて、具体的に活用すること、伝承や神話などの地質以外の地域資源の地域に関連する文学芸術等の目録作成と、将来の活用という形のものが、2つ言われておりますが、これにつきましてはすでにですね、4月から、協議会では、新たにですね、人文地理系の、女性研究員を、雇いましてですね、文化財や神社、
文学等の情報を収集しまして、まあ、情報整理を始めているという形で聞いております。あと、3つ目はですね、まあ、地域のさまざまな事業者とのパートナーシップの戦略、パートナーシップ戦略の構築と、まあ、具体的な協約締結が挙げられています。これにつきましては、まあ、ヨーロッパ等の方でですね、かなり進んでおりますので、まあ、海外の事例を収集しながら、伊豆半島にとってより良い方法を考えていきたいということでございます。4つ目につきましては、国外のユネスコ世界ジオパークとの協力や、まあ、姉妹提携などによる交流促進、まあ、国際貢献というものが言われています。先ほど市長が言いました通り、イタリアで、まあ、今回出席することになっておりますので、まあ、それが一つの、現れかなと思います。また、今後につきましては、インドネシアの、ジオパークの方からですね、まあ、姉妹提携のお話を聞いているということでございます。まあ、その辺をですね、まあ、審査しながら、交流が進むような形で進めていきたいということで聞いております。で、わさび田の関係でございますが、先ほど言ったように本当に生産者の方と、まあ、観光の方が、まあ、どう関連していくかということがございます。今年度策定のわさびの里構想があります。また、まあ、昨年度から、まあ、継続でですね、まあ、盤上滝周辺の整備構想というのがありますので、まあ、その辺をリンクさせながらですね、より良い、まあ、地域の発展にですね、まあ、つなげていきたいなという形で考えております。で、5番のですね、まあ、盤上の滝につきましては、まあ、落石防止のためにですね、まあ、ボンド工法というものでやりました。まあ、その時には、ね、やはり苔が入ってたわけですけど、まあ、苔をまあきれいにチェックしてしまったという形で伺っております。現在、復旧方法につきましてはですね、施工業者の方の状況を伺いながらですね、まあ、どういう形の対応がいいのかという形で、まあ、随時まあ協議をしているという状況でございます。まあ、今後につきましては、先ほど言いましたように盤上の滝周辺の、まあ、構想を作っていく中 で、 ですね、あれ地元の協議会等もありますので、まあ、その辺とですね、協議しながらですね、まあ、より良い方法をですね、まあ、探っていきたいなということで考えているところでございます。以上でございます。はい、再質問ありますか。はい、杉山誠議員。はい、それでは再質問させていただきます。まず、まあ、SDGs との関連でありますけれども、3月の定例会でも一般質問させていただきましたけれども、持続可能な開発目標ということで、市長の答弁にもありましたように、まあ、伊豆半島がかなりのそういう要素を、包含しているということでありますので、それをさらに生かしていただきたいというところで、ですね、まあ、具体的に、まあ、いくつかあるんですけれども、いろいろな項目があるんですけれども、今、8項目とおっしゃいましたけれども、一応、参考までに、後で、後っていうか、この後のと、まず、どの項目かということを教えていただきたいのと、あとですね、まあ、その中で、いろいろな、伊豆半島としても、今後、それをさらに、維持、そして発展させていくために必要な項目が出てくると思いますので、まずはその項目を、具体的に教えていただけますか。はい、答弁願います。産業部長。はい、議長。それでは8項目について答弁させていただきます。1つ目が、1の貧困の解消、2つ目が4の質の高い教育をみんなに、3つ目が5のジェンダー平等を達成、8の働きがいも経済成長も、11の住み続けられるまちづくり、12の作る責任、使う責任、13の気候変動に具体的な対策、17のパートナーシップで目標達成を、この8項目になります。はい、再質問ありますか。杉山誠議員。はい、はい、わかりました。それでですね、まあ、この8項目の中にさらに、ターゲットとして細分化されているわけなんですけれども、今、このターゲットを全てが当てはまるわけではないと思いますので、これをさらにそのターゲットとしては捉えられていたら、それも教えていただけますか。答弁願います。すみません。
わかりました。SDGs の持続可能な開発目標、17の目標と、そして169のターゲットということで、個別にターゲットが指定、それが、そう、あの、設定されているわけなんですけれども、例えばですね、あの1の貧困をなくそうと言いましても、日本の場合、まして伊豆半島の場合、極端な飢餓というところまではいかないものですから、その例えばそのターゲットとして1の1から1の5まであるんですけれども、そこまで把握しておられますでしょうか。把握しておられなければこの先の議論は少し他の方向へ進めますけれども、お願いします。はい、答弁願います。産業部長。17項目については把握しておりますけど、詳細については把握しておりません。はい、再質問ありますか。杉山誠議員。はい、すいません、せっかく用意してきたんですけど。それではですね、この中で、その、12月に、その、伊豆半島推進協議会で、事業の世界認定に受けて、29日ですか、2018年度の総会が開かれて、そこで事業計画、企業9項目の改善勧告に対する事業を、盛り込んだということで、このジオパークの利活用として、サイエンスカフェ運営やエコツーリズム全体構想の策定推進、そして調査研究事業として専門職員による研究関連活動や他地域との交流などを計画したと、これは新聞報道ですけれどもありました。その中で今朝の新聞にもサイエンスカフェということが載っていまして、この内容については分かりましたけれども、エコツーリズムですね、この全体構想、この策定ということが言われておりますけれども、私もかつてエコツーリズムということで一般質問したことがあるんですけれども、その時はエコツーリズムに認定を受けると、さまざまな制度的な、なんていうか、補助はあるけれども、制約を受ける項目が多くて、なかなか慎重に考えざるを得ないということの答弁でありましたけれども、このジオツアーとエコツーリズム、その関係というか、それをどう、事業の、案内に生かしていくか、その辺のところの考え方が分かりますでしょうか。はい、答弁願います。産業部長。はい、部長。エコツーリズムにつきましては、地域ぐるみで、自然環境や歴史文化など、地域固有の魅力を観光客に伝えることにより、その価値や大切さが理解され、保全につながっていくことを目指しているという形では考えております。その中で持続可能なツアーという形で、やっぱり保全と活用ということがやはり大切なのかという形で考えておりまして、ジオツーリズム の協議会の方でもですね、昨年度、その辺の素案というんですかね、そういうのを作成したということを聞いております。で、今年度その素案に基づいて、中身を協議してですね、次年度以降、そういうものについての、策定をしていきたいという形で考えているそうなものですから、伊豆半島のジオパークとして、作る責任、使う責任というんですかね、その12の項目にあると思いますけど、そういう形で、エコツーリズムを推進していくということで聞いております。はい、再質問ありますか。杉山誠議員。はい、わかりました。エコツーリズムについては、事業との関連も深いということがありますので、しっかりと計画を立てていただきたいと思うんですけれども、この中でですね、伊豆半島の課題として挙げられているのが、やはりその多くの自治体がそれに関わっているということで、この
やはり事業を推進するにあたって、その自治体間の連携、これがすごく必要になってくると思いますけれども、今そういったものはどのような形で調整が取られているでしょうか。はい、答弁願います。市長。はい、今本当は伊豆市長としてお答えしなければいけないんですが、立場上会長を仰せつかっているものですから、あえてそちらの立場も踏まえてということになってしまいますけれども、ご承知のとおり、美しい伊豆創造センターの方が、今年は体制の変化を残している状況の中、厳しい状況の中で、伊豆半島ジオパークについては、大変うまくいっている事業だと認識をしております。で、美しい伊豆半島グランドデザインの中でも、事実上、伊豆半島ジオパークは中心事業として位置づけられておりますので、これがうまく進まない、ぎくしゃくしていると、少し心配なところもあるんですが、長泉町から南伊豆町までですね、すべての加盟市町がしっかり同じ方向を向いて進めているものと認識をしております。ただこれは行政、地方自治体だけが当然主役ではありませんし、むしろ脇役ですから、ガイドの皆さん、それから観光事業者の皆さん、それから地域の伝統文化を大切にしている皆さん、そういった意味ではそこのネットワークですね、情報交換とか、お互いに切磋琢磨し合うとか、そこについてはまだまだ少し改善していく、連携を強化していく余地があろうかと考えております。はい、再質問ありますか。はい、杉山誠議員。はい、はい、需要のジオパークの推進協議会の話になりますと、ちょっと伊豆市の行政と離れますので、そこは今確認させていただいたところで終わりにしますけれども、伊豆市としてですね、これから伊豆市が取り組む課題として、そのジオパークの資産というのは、地域独自の地層や岩石、それらが作る地形とか土壌、地下水、もろもろの特徴、そういったものの他に、自然災害に対する対応であるとか、またこれも大事なことと言われておりますのは、地域の、独自の歴史、そして、文化であるとか、そういったものをうまく融合させて、資産として生かしていくということで、そのためには、まず、その価値を地域の住民自らが学んで、楽しんで、教育や防災、観光、まちづくりに生かしていく場所こそがジオパークなのですということを、これは伊豆半島ジオパーク基本計画の中に謳われているんですけれども、そのような取り組みの中で、教育という言葉が出てきます。私、今日は教育省には、通告はしてありませんでしたけれども、教育総合会議の、立場として、市長はこの教育に対してどのような働きかけをしていくおつもりでしょうか。はい、答弁願います。市長。はい、議長。先ほど申し上げましたように、今年はジオパーク推進協議会事務局の中に教育部会というものを設置をして、なるべくですね、高校生、中学生、小学校高学年ぐらいまでテキストを作ってですね、うまくふるさと学習のような位置づけで、どの子どもたちも伊豆半島について学んでいただけるとありがたいなと思います。で、これ大変に自分のふるさとに対する思いを強くするという意味では、全くもともとはジオパーク第一の公園なのですが、歴史、文化、それから修善寺の歴史であり、湯ヶ島の文学であり、問いの金山であり、中伊豆のわさびであり、すべてを包含するという意味では本当にいい材料だと思っています。したがってこれは強制できませんけれども、伊豆半島域内のですね、教育委員会の皆さんともこの価値基準というものを共有させていただければ、一定の方向にしっかり進んでいくものと考えています。はい、再質問ありますか。杉山誠議員。はい、はい、それで、少し基本的なことに戻るんですけれども、私たちもなかなか先ほど申しましたように、事業についての深い見識があるわけではございませんので、やはり、地元というか市民として、その事業に対する関心を深めていく中で、事業サイト、こ
これが各地にあるわけですけれども、どうもジオサイトの、その存在そのものがまだ市民に認識されていないように思います。そんな中で、ジオサイトというのがまずは指定がどのような方法で行われているのか、これをお教えいただきたいと思います。参議長よろしいですか。はい、答弁願います。秘書。これはもともとやっぱり地質特性でしたので、これ専門の先生から、まあ一人して小山先生から当初のところ、まあ、推薦をいただいて、その中で百数十箇所だったでしょうか、指定をいたしました。やっぱり本来はジオパークですので、地質特性に基づく場所ということになっております。はい、再質問ありますか。杉山誠議員。はい。はい、その中で私もつい先日知ったんですけれども、まあ、旭岳というのはかなり知名度が上がってきまして、お客様も増えているということを伺っています。で、その一方で、あそこの山田にあります夕日岳、これ漢字は違いますけど、読みでいくと朝日と夕日で、なんか面白い組み合わせだなと思って、そんなまあ、サイトとしての売り込む題材になるんじゃないかと思うんですけれども、そういったここも夕日岳もジオサイトに指定されておりました。で、それらを案内する看板、この案内する看板があるところとないところとあるんですけれども、まあ、当然夕日岳にもジオサイトとしての看板はありませんでしたし、有名な常連の滝にも道路を走っていてジオサイトとしての看板が目につかないんですけれども、その辺のところはどのような、こう整備状況になっているでしょうか。はい、答弁願います。産業部長。当然ですね、まあ、世界ジオパークに認定されるわけですから、当然観光客等が増えていくと思います。まあ、その関係 ですね、案内看板等につきましては今後しっかり整備していきたいと思っています。で、今までも順次整備してきております。まあ、常連滝につきましても道路からちょっと見にくいという形では聞いておりますので、その辺もですね、確認しながらですね、観光客に分かりやすいような形でですね、案内看板等、またジオサイトの案内等をしていきたいと考えております。はい、再質問ありますか。杉山誠議員。はい、まあ、常連の滝はもうかなりというか超有名なサイトですので、まあ、そこで、案内看板、まあ、当然もう皆さんご存知だと言ってしまえばそれまでなんですけれども、しっかりと看板整備をしていただきたいと思いますのでお願いします。で、次にそのメガソーラーなんですけれども、まあ、原子力発電を最終的にはゼロにして再生可能エネルギーに転換していくという中で、これはどうしても避けて通れない道なんですけれども、やがて化石燃料も限度がありますので、再生可能エネルギーの必要性というのは十分に分かるんですけれども、そのこのジオサイトとしてそのいかがなものかということで、まあ、このことにつきまして、有名な小山正人教授なんですけれども、まあ、保全対象となるのはジオパーク内の価値あるサイトとして指定された場所、ジオサイトのみであるので、ジオパーク内のすべての土地が保全義務があるわけではないということを言われ、まあ、発電施設を一概に排除することはできない、逆に節度のある再生可能エネルギーの開発と利用がなされているなら、それは自然と共生する地域社会の一つの姿であり、ジオパークのセールスポイントにもなり得るということをおっしゃっています。ただ、ジオパークの理念から考えて看過できそうにないケースは、まあ、次の3つであろうということで、保全対象そのもの、あるいは隣接地が開発され、価値が著しく損なわれる。まあ、これはすぐに問題されると思いますけれども、
次の開発の結果として得られる利益が地域を潤さない、つまり地域の自然が外部から一方的に搾取された状態になるということと、3つ目、ここが問題なんですけれども、開発に対して地域社会が真っ二つに割れて争う事態となるということが、おっしゃられています。で、まあ、3年後に次の審査が迫っておりますので、こういったことがないように早急な問題解決と保全方策の決定がなされることを望むということを言われているんですけれども、そのためには具体的なその例えば太陽光発電に対する、まあ、アセスメントであるとか、そういった設置基準であるとか、そういうものを明確にしていかなきゃいけないと思うんですけれども、その辺のところをどう考えておいてでしょうか。はい、答弁願います。市長。はい、市長。自然景観を観光資源とする場所は世界にいくつもあるんですが、日本の場合、特に伊豆半島の場合には、グランドキャニオンやジンバブエのビクトリアの滝などと違って、人間の息吹を感じない、生活を全く感じない自然の凄さ、大地の凄さというよりも、伊豆半島はやっぱり生活文化と密着した自然景観なんですね、いずれも。美しい、もちろん天城、健康な天城の山と清らかな鹿野川、これをもう絶対守らなければいけない。しかしそれぞれの中に、全て生活の文化の息吹を感じるわけです。川越平のもっと上の方に炭焼き小屋の跡地はあるし、滑沢渓谷の奥にはわさび沢がある。その中でその新エネルギーが21世紀の私たちの現代の生活とどのようにバランスが保たれているかというのは一つの視点なんだろうと思います。やっぱり地域の皆さんが、観光客も不快に感じるし、毎日そこで生活されている方が不快あるいは不安に感じる事業というのはなじまないのではないかと思いますね。数十ヘクタールの、ソーラーパネルをある程度の傾斜に並べるときに、ではそこは自然林よりいいからといって全部ソーラーではなくて、一定の木を残して間に太陽光パネルを張るというのはなかなか考えにくいと思うんですね。そうすると規模が大きくなればなるほどそこ全面的にパネルが張られるわけですから、さあそれは自然景観と防災の観点からどのようなものだろうかという疑問は当然出てくるんだろうと思います。ですから新エネルギーは当然、温暖化対策には必要なのですが、伊豆半島の特性から言ってやっぱり一定の制約規制はかけざるを得ないのではないかと、このように考えております。はい、再質問ありますか。杉山誠議員。はい、今日も議論になっておりますけれども、新エネルギー、再生可能エネルギー、絶対必要なものなんですよね。これは人類が今後、生活していく上で欠かせないものなんですけれども、その辺のコンセンサス、これをしっかり取っていく必要があると思いますので、まあ、今、市長の答弁で、伊豆半島としては、ありがたくない施設だというか、心配があるということを答弁されましたけれども、条件によっては太陽光パネルであっても、安全性が保たれたり、景観上問題がない、例えば平地である場合、この場合には、整然と並んだ太陽光パネルが逆に、新しいエネルギー源として、この認知される良い場所になるかもしれないですし、私も風力発電の、誘致があったときに、それが新エネルギーの名所となるんじゃないかという見方もあるということも学ばせていただきましたので、あながちその再生可能エネルギーを否定するのではなく、やっぱり条件によってそれをうまく融合させていく、不安を払拭させていく、住民の合意を得ていくということが必要なんだなということで確認させていただきましたけれども、これは難しい問題ですので、一応そういうことだけ確認させていただきました。では次に、わさびの生産者に対する支援、これもしっかりとやっていただきたいのと同時に、やっぱり生産地であるので、観光客が押し寄せるとやっぱりいろいろな問題というか、生産に影響を与えますので、その辺のところは以前にしっかりと住み分けをしていくということでありましたので、その観光、見せ場としてのわさび沢、これは、例えば私も思うんですけれども、盤上の滝の上流部、下流部に、今使われていないわさび沢もありますし、またその上にもあるそうです。そういった空きわさび沢を市で、開発をというか整備をして、
その見せ場としてのわさび田を作る、そういったこともありではないかと思うんですけれども、そんな考えはいかがでしょうか。はい、答弁願います。市長。はい、有力なご提案だと思いますので、中伊豆、それから天城地区のですね、それぞれの生産者の皆さんと話をして、観光としてのわさび田の整備、ぜひ検討させていただきたいと思います。はい、再質問ありますか。はい、杉山誠議員。はい。はい、そんな中でですね、具体的に万丈の滝の上流部の小樽から高麗岩、そしてその下にある淵とか、滝の下流部の右岸、これが見事な柱状節理の節理の岩壁になっているんです。そういった見せ場もたくさんありますので、この万丈の滝そのものは需要サイトとしての指定はできないかもしれないんですけれども、上流下流部、これをそういった需要サイトに準ずるような位置づけに持っていくことは可能でしょうか。はい、答弁願います。産業部長。今、需要サイトについては、いくつか指定されておりますけど、新たに需要サイトに指定することも可能であると聞いております。それにつきましては、やっぱり先生の意見であるとか、教員会の意見であるとか、そういうところがやっぱり最終的にまとまった段階で、そういう形の需要サイトという形の認定が可能と聞いておりますので、その辺を見極めながら進めていきたいと思います。また逆に本当にこれが需要サイトなのかというところもあるということは聞いておりますので、その辺はやっぱり教員会であるとか、先生の意見を聞きながら確かめていきたいと思います。以上でございます。はい、再質問ありますか。杉山誠議員。で、上流部下流部のことについては、希望が持てるということなんですけれども、さてその中心となる滝なんですけれども、私も工事が終わった直後からずっと見てるんですけど、なかなか現状回復してこない。で、これかなりネットでも意見が飛び回ってまして、すみません、これ工事前の写真ですけれども、トタンに覆われているんです。で、このように自然植生を人工的にやるのは決してそういった加工ではないと思うんですけれども、ツタを、滝の上部から繁茂させるとか、あと問題は滝の右岸部の、多分あそこ崩れ落ちた場所だと思うんですけれども、コンクリートの中に石を埋め込んだようなすごく醜い形状のところがあります。はっきり言わせてもらいますけれども、これを早急に何とかしてほしいと思うんですけれども、多くの方からそんな意見を伺います。この部分です。これはぜひ早急に取り組みを検討していただきたいと思うんですけど、いかがですか。はい、答弁願います。はい、産業部長。はい、議長。右岸部の石を詰め込んだというところは私も聞いておりまして、落石の関係で、そういう作業をしたということだと思います。で、その辺とですね、先ほど言いましたツタの関係ですよね。その辺につきましては今までも市の方の、やってきたことは事実なんですが、これからですね、先ほど言いましたように万丈の滝の構想の策定委員会もありますし、わさびの里構想の委員会もありまして、地元の協議会等とですね、いろんな形で話し合いの場を持っていくことになっておりますので、その中でですね、やはり地元と協議しながらですね、ちょっとより良い方については考えていきたいと思います。はい、再質問ありますか。はい、杉山誠議員。はい、地元からも強い要望があるんですけど、もともとその裏が通れたという、このことに、それ補強工事やった一つの目的もあったんですけれども、それはなかなか難しいということをもう伺っております。で、今度滝のところに展望っていうか、そういった奥が覗けるような、整備をするということも伺ってますけれども、その裏を覗けるような整備がされるということですか。はい、答弁願います。産業部長。はい、議長。現状左岸側にちょうど滝の裏っていうか、真横まで行くようなところの展望台があると思います。あそこまで行く、道路っていうか道がですね、やはり滑りやすくなったりとか、あまりこう整備されていない状況だと思いますので、その辺を整備しながら左岸の方に渡って、そこから横を見るような形の、整備ですかね、そういうのは考えております。はい、再質問ありますか。はい、杉山誠議員。で、
万丈の滝のキャンプ場が直営になりまして、でこれから活用を有効活用をしっかりと考えていかなきゃならない中ですので、ぜひ滝とわさび沢、そしてキャンプ場、その万丈の滝を一体化して、まあ、中伊豆地区の、まあ、今でも大事な観光スポットなんですけれども、ジオを楽しんでいただけるような整備を一体的に進めていったらどうかなと思うんですけれども、その辺の考えはいかがでしょうか。はい、答弁願います。産業部長。はい、万丈の滝につきましては、まあ、昨年その前ですか、2年前ですかね、指定管理という形でやってまして、なかなか思うような形で の収益が出なかったということで、まあ、今直営という形で直営にしまして、やはりどうそこで、まあ、観光で、まあ、稼ぐかという方向をしながら、そこ の、まあ、景観を生かしていくという形で考えておりますので、今後本当に先ほど言いましたわさび座、まあ、観光わさび座であるとか景観であるとか、まあ、横を見るための、まあ、施設とか作りましてですね、なんとかそういう形で稼げるような形でですね、まあ、観光の中伊豆地区の、まあ、観光の中心としてなっていくような形で今後整備していきたいと考えております。はい、最初参りますか。はい、それでは2番の答弁を求めます。秘書。はい、以上、健康福祉部長に答弁をさせます。それでは答弁を求めます。健康福祉部長。はい、議長。ペアレントメンターという言葉を初めて聞かれた方も多いかと思いますけれども、このペアレントメンターは誰もがなれるものではなくて、ボランティアの上に静岡県では養成研修を修了した後、県の自閉症協会の推薦が必要となります。養成講座は静岡市が平成22年から実施しているということでございます。静岡県自閉症協会によると、会員から7名を養成したほかは県下の状況は把握していないということでございました。まだまだ各市町に浸透していない状況ということでございます。伊豆市では障害のあるお子様の親御さんが自主的に手をつなぐ育成会、子育てを考える会、日だまりの会等の組織の中でお互いの経験を生かして共感的なサポートを行い、情報交換をしていただいている状況でございます。ペアレントメンターの育成に関しては今後の課題であると考えております。はい、再質問ありますか。はい、はい、杉山誠議員。はい、確かにペアレントメンターまだ普及は、それ、その広まってはいないんですけれども、非常に障害を持つ子どもを持つ親御さんにとって、その共感を得るということがすごく大事なその支援だということも伺っております。専門家による支援、これ当然必要なんですけれども、やはり気持ちを分かち合うというか、そういった経験をした、あるいは経験中の保護者の方でもメンターになれるそうでありますので、そういったボランティアを希望する方たちにその研修を受けてもらって、そのメンター的なこの仕事をしていただくということなんですけれども、そういった静岡県ではまだまだ広まってないようですけれども、国の方でもそれが非常に効果があるということで、今までは政令市とかだけだったんですけれども、これを基礎自治体までこの下ろしてくるということも伺っておりますので、まあ、今後 その研究課題であるということでありますけれども、実際に伊豆市で今親の会がいくつか挙げられましたけれども、その方たちもやはりなかなか高齢化してメンバーもこう少なくなっているようなことも伺っておりますので、ぜひその方たちを活動を活性化させるような意味でメンター制度をしっかり研究していただきたいと思うんですけれども、そういったメンターとしての資格でなくても、そういった講習とか講義とか、
そういった方対象になる保護者の方に対する、そういったなんていうかなセミナーみたいなものは今行われているんでしょうか。はい、答弁を求めます。健康福祉部長。はい、議長。ペアレントメンターに関するそういう研修は行っておりませんけれども、いろいろと講演会等がございますので、そういう情報提供等はしている状況でございます。また育成会やそういう高齢化も問題になっておりますけれども、話し合いの中で聞いておりますと、皆さんがやはりベテランのお母様方たちがいろんな経験談をお話しして、若いお母さんたちがそれについてとても参考になるというような話も聞いておりますので、今後はやはりそういう中でも指導的にやっていただける親御さんに対してそういう研修を受けていただければ良いと考えております。はい、再質問ありますか。はい、杉山誠議員。はい、あとですね、そういった活動に参加される方はいいんですけれども、どうしてもやはり、もう大変なのはその活動に参加されない方、やはり支援すべき人はなかなかそういう場所に出てこないということも伺っておりますので、これからはその家庭支援も、求められてくる今の社会情勢なんですけれども、今、そういった親の会に、障害の子を持つ親御さんたちの参加率というのはどのくらいになっているか分かりますでしょうか。はい、答弁願います。健康福祉部長。はい、部長。その参加率ということになるかは分かりませんけれども、手をつなぐ育成会の方は会員が今、78人ほどいまして、その中でも50人ぐらいが保護者の方です。そして子育てを考える会の方は20人程度で、定期的に会を開いて情報交換等をやっていただいております。そしてまた日だまりの会の方は、9人の親御さんたちが組織を作って皆さんで仲間づくりをしている状況です。以上です。はい、再質問ありますか。杉山誠議員。はい、当然行政としてもそういったグループの方たちに対する支援サポートは行われているわけですね。はい、今後とも先ほど申しましたように、やはりそういった積極的に参加できないような方たちに対する、きめ細やかな支援体制もしっかり整備していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ次お願いします。はい、それでは3番お願いします。答弁を求めます。秘書。これも健康福祉部長に答弁をさせます。はい、答弁願います。健康福祉部長。はい、議長。祖父母世代の孫育てをサポートする祖父母手帳の作成配布ということですけれども、議員のおっしゃる通りに若いお父さんお母さんの子どもに対する関わり方や子育てについての考え方は時代とともにかなり変わってきております。今は夫婦で働き家事を分担し、夫婦で子育てをする共働きの世帯が増えております。家事や育児を分担し、働きながら子育てする夫婦にとって、祖父母の孫育てへの協力は、とてもありがたいことだと思います。しかし、その反面、お孫さんに対する祖父母の関わり方も、自らが子育てをした頃と比べて、社会環境の変化等によって、かなり大きく変わっているので、戸惑うことも多いと思います。伊豆市では産後1ヶ月ごろの新生児訪問の際に、昔と今の子育ての常識や祖父母の子育てへの関わりについて Q&A 方式で書いてある、お孫さんを迎えるために子育ての今昔というリーフレットをお配りしております。祖父母世代の孫育ての支援をしているわけですけれども、今後のところでも祖父母手帳の作成とか配布は今後の課題だと考えております。以上です。
はい、再質問ありますか。杉山誠議員。はい、差し当たり、作成の計画はないということだと思いますけれども、私もリーフレットをいただきました。お孫さんを迎えるためにということで、子育ての今昔ということで、いただいたんですけれども、反面三島市で、配布しております、その祖父母手帳、これと比較すると、まあ、かなりこの見やすさとか、そもそもその見ようとする意欲、まあ、基本的に親世代と祖父母世代の、なんていうかな、意見の違い、まあ、トラブルまでいかなくても気まずくなる大きな原因っていうのは、子育てをめぐるなんていうか方法というか、そういうことが言われておりますので、ぜひこの子育て支援の中に、祖父母に対するその啓発もしっかり取り組んでいただきたいなと思っているわけなんです。で、今極端に違うのはうつ伏せ寝、昔は推奨されてたんですけれども、今はその突然死を招くからとんでもないということになっているんですけれども、そのように昔と今と全然こう違うこともたくさんありますので、それを分かりやすくその啓発するための祖父母手帳ということで、今各地でこう発行されているわけなんですけれども、まあ、三島市の参考にするとすごく分かりやすくて、見やすい、見ようという意欲が湧いてくるんですけれども、今のところ、その祖父母手帳を計画されていないという中でありますけれども、この子育てガイドブック、平成29年度版をいただいているんですけれども、これは30年度版はもう発行されているんでしょうか。はい、答弁願います。建国支部長。はい、子育てガイドブック、昨日できてきまして、また皆さんにはお配りしたいと思いますけれども、今回ちょっと出産から子育てまでというような形で、少し改正を加えて見やすくしたものですから、ちょっと作成が遅れてしまいました。申し訳ございません。また皆さんにも見ていただきたいと思います。そしてまた三島の方は29年の9月からということで、祖父母手帳を発行しているということを伺っております。中には、まあ、どういうところにこう連れて行ったらいいかとか、そういうような情報もあるということですけれども、私たちも今若いお母さんたちが作っているファミリーズというような冊子もございますので、そういうところでぜひこの祖父母手帳の内容をカバーできるような内容も少しずつ入れながらやっていきたいと考えておりますし、またこのお孫さん育てっていうところのリーフレットもおじいさんおばあさんが目に触れてるかどうかっていうところもちょっと心配なところなんですけれども、ぜひ市内に8カ所あります子育て支援センターにおじいさんおばあさんがお孫さんを連れて行って、その中でそういうような子育てについての情報であったりとか、そういうようなところもこう啓発できるような形に皆さんに進めていきたいと考えております。以上です。はい、再質問ありますか。杉山誠議員。昨日完成したということで、もしできていなかったら孫育ての方もこの組み込んで子育てガイドブックの中で、祖父母に対する啓発も行う方という方法もあるなと思って、用意してきたんですけれども、まあ、祖父母手帳という単独のものでなくても、本当に見やすい形で、そういったリーフレットの普及、これ祖父母に対するそういった子育てに対、昔と今の違い、あるいはその孫の、なんていうかな、子育てサポートの仕方、そういったものは必要であると思いますけれども、その辺の認識で、今後何らかの方法で祖父母にするそういった啓発をしていっていただきたいと思うんですけれども、どうでしょうか。答弁を求めます。建国支部長。はい、
ルキーのおっしゃる通りに、孫育てっていうところでは、かなり情報を共有していくということで、やはり若いお父さん、お母さんと、お孫さんのおじいちゃん、おばあちゃん、そういうところの、常識というか、そういう今の子育ての情報は共有するべきだと思いますので、今後考えていきたいと思います。はい、再質問ありますか。はい、はい、杉山誠議員。はい、本当に少子化が進む中で、祖父母となれる人も少なくなってきた。そんな状況の、今の状況の中ですので、やはり、そのファミリーが、誤解のなく、子育てに本当に力を合わせて、いい家庭を作っていただけるようなそういう環境づくりをこれからもお願いしたいと思います。以上であります。これで杉山誠議員の質問を終了いたします。